こんにちは、マサです野口コインっていうコイン屋さんがあるんですけど副島さんが推奨してるんですここは信用できますよと今度野口コインさんが主催で副島さんの講演会をやるみたいです無料ですそれはどうでもいいんですけど野口コインさんの金貨は田中貴金属と比べて安いです メイプル金貨なんですけど今日の価格で32万4579円ですこれが田中木金属だと33万284円です差し引き5617円安いんです言い忘れましたけど1オンス金貨です3 1 1ムぐらいです ただし、送料が1000円かかるっていうことと、あとは銀行振込か代引きなので、その分の費用がちょっとかかります。代引きだと880円だそうです。もちろん、田中貴金属でも送料と振込手数料がかかりますから、そこは同じですよね。確か、田中貴金属では、 送料が2200円かかりますから送料の違いは多少ありますやっぱり安いところで買うっていうのが鉄則です 100g の金とプラチナの地金だったら二本マテリアルです手数料がかかりませんゼロです田中貴金属では16500円かかります 買うかかかからら、には売るるわけでででですす。す往復で3万3千円かかるっていいことです大きいですよね。もちろん金だからといってどこのメーカーでもいいわけではないんですけど日本マテリアルは LBMA ロンドン地金市場協会から認定を受けてますですから全く問題ないです野口コインさんも外国の 正規代理店から買ってるみたいなんで、添島さんが言うのには大丈夫だそうです。もちろん、中古ではなく、新品です。一つだけ注意点があるんですけど、同じ野口コインでも、楽天では買わないでください。楽天の価格は38万になってます。高いんですよ。ですから、直接、 野口コインのホーームページでで買った方がいいです。やっぱり楽天だと楽天に払う手数料もあるしあとはカード決済手数料もありますから安くはできないんでしょうねでは以上ですご視聴ありがとうございました